スカイハイさんが代表を務め、 BE:FIRST やマーゼルなどが所属する音楽プロダクション BMSG、 全所属アーティストが集結する音楽フェスの最終公演を目覚まし独占でお届けします。本当にいた、大阪までありがとうございます。最終日、去年に引き続き開催となったこのフェスはメンバーが15人から23人にスケールアップ。新しい仲間が本当にたくさん増えたので、俺らも頑張んなきゃあかんっていうか、なんかすごい前向きな切磋琢磨が起こってるのも嬉しいですし、1年前はちょうど僕たちオーディションをやっていたので、いやなんか今考えると感慨深いというか、楽曲のなんか厚みが増したというか、前回より楽しめるフェスに仕上がったんじゃないかな。リハーサル後はリラックスしているようですが、ファイナル前日にはストイックな場面も。大浴場っていうか風呂入ってました。で、社長が覗中で覗きに来てました。すごい騒がしいから、社長ちょっと言ってきてもらえませんかって言って、ルールが、ね、あるんですよ、1個だけ。みんなで絶対同じ曲を大熱唱し続けなきゃいけないちゃんとハモラインとかも全員でこう探りながら、やっぱだからお風呂を入ってる時でもやっぱ音楽ファースト、これやっぱ素晴らしい会社だなと思いましたいいね。そしていよいよファイナルステージが開演。 BMSG東京と大阪で開催されたフェス、中でもデビュー半年のマーゼルにはこのステージに特別な思いを持つメンバーも。この大阪城ホールの周辺で路上ライブを、いつかはここの大阪城ホールで立てるようなアーティストになりますっていう風に言ってたんで、めちゃくちゃエモいですね。夢を実現し、堂々のパフォーマンスを披露しました。 BE:FIRST は直前の舞台袖でも踊って楽しむ様子が。最高でしょう、世界中に自慢したいですね。そんな社長も熱い歌声を届けます。いろんなことがあった人生だったけど、これよりいいものはなかったって心から言えるぜ。最高の人生をありがとう。最後は23人揃って登場し、およそ5時間のライブを締めくくりました。終演後には社長を胴上げ。裏でライブ見れるのは大事にしてて、はい、で見ながらなんかあだねこうだねとか言いながら、他のアーティスト出てる時にね、やっぱいいパフォーマンス出た時とか、かっこいいの出た時に、うわもうやるやんあいつみたいなのが結構盛り上がってますよ。上がります、裏楽しいですよ。そちらの模様がこちらです。イエーイ、もう準備したから差し込まれる差し込まれるの。いやそらね涙を浮かべたアイスとかけを噛み笑う人々がぶつけるけど、やめとか闇こそやむやむやむ、何が言った操作スタルかい。やばくない、言葉が出ないです。お手紙、お手紙、お手紙、そうだ、社長から、僕が、そうです、お手紙も、ガチ社長ほんまに楽しみ、ありがとうございます、ありがとうございます、やった。俺らしか知らないんだけど、社長から一人一人に直筆の手紙をもらったんですよ。公演前にね、僕は読んだんですけど、最後に仲間になってくれて本当にありがとうって多分書いてあって、なんかそれを読んですごい本当愛のある社長だなって思ったし、日高さんが夢を持ったから僕たちはこうやってこのステージに立ててるなって本気で思うので、本当にありがとう。 Thank you boss。BE:FIRST がデビューしたのは2021年で、それから1年経たない時に BMSG フェスの初回に出てもらって、でその時はデビュー1年経ってないんだけど BMSG フェスでトリをやってもらってね、ここからはその新人っていう紹介がいらないアーティストにもう今日からなりましょうっていうのでやって、そこから1年でそんな枕言葉が全く必要ないというか、今日本で一番イケてる歌って踊るアーティストって誰なんですかって言われた時に、おごらずしかし過剰に謙遜せず、あ僕たち今とってもイケてますっていうのが胸張って言える存在というか、そういうパフォーマンスもそうですし、もう見てて楽しい。ありがとうございます。嬉しいです。
本当に嬉しい人の言い方嬉しいです。実はもう一個考えてるところがあって、そうなんだ、はい、それお風呂場ですか、今日終わった。お風呂場ならいいよ、終わった。お風呂場なら終わるまでは今日のことに集中してまず大熱唱してるから、そのスカイダイスの言葉聞こえるかどうか。そうだね、歌は、歌はやめられないんだそこだけやめられないんですよ、ごめんなさい、優先できなくて悪い気はしないしかも夏メロ限定だから、夏メロ限定なんで、よいしょでした。よろしくお願いします。いや本当、世界中どこ探してもこんな23人なかなかいないよ、本当。ありがとう、愛してます。社長もありがとう。